中国は人口減による衰退論に猛反発。本当は他国に触れられたくない縮みの現実とは。足元の最大の不安材料はデフレ懸念。国連経済社会局は4月24日、インドの人口が4月末までに中国を追い抜き世界最多となるとの予測を発表した。今後の見通しについても、インドで数十年にわたり人口が増加し続けるのに対し、中国は今世紀末までに10億人を割り込むとしている。国連の予測は19日に国連人口基金が公表したデータに基づく客観的なものだ。だが中国政府は西側メディアが中国を中傷するため人口減少による中国衰退論を意図的に喧伝していると猛反発している。中国の今年第一四半期の経済成長率は前年比 4.5% 増となり、昨年第4四半期の 2.9% 増から加速した。これを受けて、米国の大手金融機関は、中国の経済成長率を相次いで上方修正しており、国際通貨基金 IMF も、中国はインドともに今年の世界経済を牽引すると予測している。ゼロコロナ政策を解除した中国の景気は回復するとの見方が出ているのにもかかわらず、なぜ中国政府は衰退論に過剰反応しているのだろうか。中国経済にとって足元の最大の不安材料はデフレ懸念だ。成長率が上振れしているのにもかかわらず物価の下落傾向が強まっている。不動産バブルの崩壊により生産者物価指数 PPI は昨年後半以降マイナスの状態が続いている。消費者物価指数 CPI も3月前年比 0.7% 増にまで低下している。中国政府はデフレは起きていないと主張しているが、専門家は中国経済の深い部分にまでデフレ圧力が浸透していると分析している。4月19日付ロイター。若者のキャリアパスにも縮みの減少が。デフレとは物価が持続的に下落している現象であり、日本語では経済収縮と訳される。平たく言えば経済が持続的に縮んでいくことだが、中国経済は至るところで縮み傾向が目立つようになっている。この傾向が最も顕著なのは個人消費だ。日本をはじめ先進国の国内総生産に占める個人消費の割合は5割を超えるが、中国の比率は4割に満たない。このことは中国経済が抱える構造的な弱点とされてきたが、足元の状況はむしろ悪化している感がある。不動産バブルの崩壊がもたらす資産デフレが悪影響を与えており、中国の家計は将来のリスクに備えて貯蓄を大幅に増やしている。中国の家計貯蓄は昨年17兆8000億元増と過去最大の伸びを示した。今年第一四半期にさらに9兆9000億元増加し、増加幅は2021年通年の伸びに匹敵する。この大きく膨らんだ貯蓄を消費などに振り向けるため、中国政府は銀行に対して預金金利をさらに引き下げるよう指示しているが、成果が上がるとは思えない。3月の失業率は16歳から24歳までが 19.6% と記録的な水準に達しており、雇用不安が続く状況で中国人の貯蓄志向が変わるとは思えないからだ。中国の若者のキャリアパスに縮みの減少が生じていることも気になるところだ。高学歴の若者たちが高給取りの仕事を捨て低賃金の肉体労働の仕事に転職してつつましく生きていくという選択を取り始めている。クーリエジャポン4月20日配信記事。若者がキャリアダウンを志向するのはラットレースハードワークをしても豊かになれない状態は意味がないとの認識が広まっているからだという。縮み傾向のもと、中国の海外旅行者の数もピーク時の水準を大きく下回っており、ロイター4月19日配信記事。中国人観光客の増加による日本のインバウンド需要の拡大は
期待外れに終わってしまうのかもしれない。足かせは中国をめぐる地政学リスク。中国経済を牽引していた輸出も縮み始めている。予想に反し、中国の3月の輸出は増加に転じた。6ヶ月ぶりのことだが、コロナ以前の水準にまで回復することは難しいとの予測が一般的だ。その要因の一つとして、中国の人件費上昇がある。これを受けて製造業の生産拠点が東南アジアに多く移転した。今年4月、中国最大の貿易見本市である広州交易会が4年ぶりに開催されたが、出展した中国の輸出企業は環境の激変ぶりを痛感しており、今後輸出部門で大幅なリストラが実施されるのは必至の情勢だ。中国経済の成長に貢献してきた海外からの投資マネーも縮んでいる。習近平国家主席を筆頭に、中国の当局者らが幾度同音に中国経済の復活を宣言し、規制強化で招いたダメージの修復に取り組んでいるが、中国ハイテク企業からの投資の引き上げが止まらない。ブルームバーグ4月14日配信記事。足かせとなっているのは中国をめぐる地政学リスクだ。外国勢の資金引き上げが進み、中国株の下落が続いている。ブルームバーグの記事はモルガン・チェイスの調査を引用し、投資家が最も撤退する可能性が高い新興国として挙げたのは中国だったとしている。中国経済は回復しつつあっても、投資家の頭に浮かぶのは米中関係や台湾問題だからだ。中国の科学技術分野の論文発表数は米国に次いで世界第2位となり、科学技術大国のイメージが強まっているが、実態は違うようだ。研究の不正が横行し、中国の研究者たちが偽造論文を世界中に撒き散らしている実態が明らかになっており、クーリエジャポン4月23日配信記事。科学技術大国中国に対する期待も今後大きく縮むことになるだろう。このように中国経済の縮み衰退は深刻だ。中国政府が声高に衰退論を否定するのは、このことを誰よりもよく知っているからではないだろうか。中国 GDP 予想外の伸び、ロックダウンの反動で。経済着眼。不動産部門のマイナス続く。政策力含め先行き警戒感残る。中国の第一四半期 GDP は前年比 4.5% と、前期22年10月から12月の同 2.9% を上回った。新しい年間目標 5% は下回ったものの、輸出の伸長、インフラ投資の増加、家計消費の回復、不動産価格の上昇などのグッドニュースが続き、ゼロコロナ対策解除後の中国経済の正常化が進んでいることを表したものとみられている。異例の3期目に突入した習近平国家主席は、共産党の支持基盤の拡大に直結する経済の正常化に関心が高い。昨年の成長率は 3% と目標の 5.5% に大きく届かなかった。それに対して第一四半期の 4.5% という成長率は事前予想の 4.0% を上回って良いスタートを切ったとの評価が可能である。中国の成長はグローバルな経済成長に与える影響も大きい。特に先進国はインフレの更新、急速な利上げ、ロシアのウクライナ侵攻などで国内需要が先細りになりそうなため、中国の成長に伴う輸出の増加、インバウンド消費の拡大を期待している。中国国家統計局は GDP の発表にあたって、堅調な景気回復で幸先の良いスタートとなった。ただ経済情勢は複雑で、先行きの不透明性も大きい。国内需要の拡大は不十分といえ、経済回復に対する万全の地盤が整ったとは言えないと慎重な見方を示している。中国は昨年12月に突如、厳しいゼロコロナ政策を放棄してロックダウンも解除した。このため、いわゆるペントアップ需要が盛り上がってきた。
小売売上高は第一四半期に前年比 5.8% も増加し、3月には同 10.6% と事前予想の 7.5% を上回る2桁の伸びを示した。3月のサービス業生産指数も前年比 9.2% と21年6月以来の大きな伸びとなった。自動車販売を見ても EV 車が全体の 25% を占める世界一の EV 大国となった勢いを続けている。しかしこれは上海が前年の2月下旬から約1ヶ月にわたってロックダウンしていた裏が出た、ベース効果もので、実勢を表しているわけではないとも見られる。投資、固定資産投資を見ると前年比 5.1% 増となった。製造業投資が前年比 7% 増、インフラ投資も同 8.8% 増となったが、民間投資は同 0.6% 増と伸び悩んだ。注目された不動産開発投資は、前期のマイナス 10.8% 減からは、マイナス幅が縮小したとはいえ、同マイナス 5.8% と、引き続き不振から脱してはいない。輸出も力強い拡大を示して、第一四半期に前年比 8.4% の増加、3月に限ると同 14.8% の大幅増となった。品目別には電気製品、仕向け先別ではロシア向けの大幅増がこの大幅増を支えた。しかし、輸出については今後、先進国での金融引き締め、欧米での金融セクターの混乱などから次第にスローダウンすると見られている。